こんにちは、速稼塾の久保です。久しぶりにね、誰でもできる月収100万の方法を教えましょうか。もしたらこうなったら、私ね、やっぱりね、久しぶりに網戸の話させてもらいますわ。私ね、何のアイディアもなく、ただ軽自動車に乗って作業服だけ着てね、で、田舎道をぐーっと回ってたんですよ。なんか仕事ないかなと漠然としてました。その頃私仕事をしてなくってブラブラしていたんですね。でもどうにもこうにもお金がなくなって、最後のガソリン代5000円のうち3000円を軽自動車に満タンにして、それで出かけていったんですよ。でも今まで付き合いがない人に仕事をさせてくれ、お金をくれっていう話できるかどうか、こんなね、闇雲ですよ。で、私はね、飛び込み営業だけは一生することがないと思ってましたんで、飛び込み営業ではなくて、なんかのね、きっかけでお金もらえないかなぐらいの変な気持ちだったんですよね。で、ぐーっと車で田舎道を行ってると、向こうの方に、まあ農家のね、おじさんが一人いたんですよ。で、トラクターだーっと動かしていて、6月ぐらいだったと思いますけども、何かをしてるんです。作付けがなんかしてたのかもしれないですけども、ちょっと印象がぼやけてるんですけどね、なんか機械に乗ってやってたんですよ。で、それを私はドブのヘリにね、座ってぼーっとね、見てたんですよ。その距離 50m くらいだったかなと思います。大きな声を出せばお互いにやり取りができる距離です。で、ずーっとこうやって見てたんですよ。こうやって時間にして11時くらいだったと思いますけども、見てるとおじさんがチラチラこっち見ながらね、しばらくするとトラクターを止めて汗を拭きながら私の方にね、呼びかけてくれたんですよ。おーいとか言って、こんにちはってしましたね。ミサイル計画を優先し続け、なんなんでしょうね、なんかね、こんにちはって言ってくれたんですよね。あ、くれたって私言ったんですよね。で、どうしとるんじゃーと言うから、なんかしないけど声かけてくれたんですよね。で、まあ私はね、どうもっていう感じで、お互い近づいていって、まあおじさんも休憩するところだったんですよね。なんかこう、飲み物を飲みながら、私とね、話しかけてくれたみたいな感じになったんですよね。で、私は、その時にね、とっさに何をすればいいのか、仕事できたわけでも何でもないんで、どうしようかなと思ったんですけど、とっさにですよ。まあ、私はアルミサッシのサッシをね、販売してる会社なんですけども、今日お客さんのアポイントメントがなくなったんで、すぐ会社に帰るわけにもいかずに、こうやってぼーっとね、していたら、なんかついつい、ね、ご主人の農作業をちょっと見とれちゃったんですって感じでお話したんですよ。そしたら、そうか、大変じゃない、どっから来たのって言うから、まあ、広島の会社なんですけどっていうふうな、口から出まくそう言ったんですよね。で、まあ、しばらくお話してる間に、で、まあ、あんたも仕事なしで帰るんじゃさえんじゃろうとか言ってくれたんですよね。はあ、でも私が今できる仕事っていうのは網戸の張り替えぐらいなんですって口からついて出た言葉が、網戸の張り替えを1枚500円のキャンペーンでやってるってことはあるんで、これはいつでも提案できるんで、もしね、ご用事ありましたら、今日じゃなくてもいいんで、また覚えておいてくださいって話したら、いや、今日やってもらってもいいよって、1枚500円だろみたいな感じで、仕事を受けてくれたんですよ。で、そのご主人の畑のちょっと先を見ると、畑に隣接したところにね、大きな農家があったんですよね。一軒家ですけども、その農家を見て網戸の仕事が取れたわけなんですよ、結局。でも私、網戸の張り替えなんてやったことがなくって、仕事は取れたけども、どうやってやればいいのか分かんなかったんですよね。まあ、それでもせっかくね、提案してくれたことと、あと口から出まかせなり、仕事を受けてしまったんで、なんとかしないといけないなと思って、そっから知恵を張り巡らされました。まずはね、ホームセンターに行って網戸の張り替えグッズを買わないといけないと思ったんで、残る2000円で買いに行ったわけですよ。ホームセンター行ってね、で、網戸のこうやって網みたいなのと、こう網戸のカッターみたいなのを買うわけですよね。で、そのお金で買いながら、ホームセンターの人に網戸の張り替えってどうやるんですかって聞いたんですね。当時スマホもないですし、ガラケーだし、写真は画像荒いし、インターネットもその田舎なんで通じてなかったってとこですね。で、やり方を一通り聞いて、よしと思ってグッズを握りしめて、そのご主人のお宅に車でぐわーっと返してね、そこでまた網戸の張り替えを見よう見まねでやったわけなんですよ。で、あれどうだったかな、この器具なかったなと思ったら、もう一回戻ってね、今度お金がないんでクレジットカードで切って商品買ってね、で、またやり方を聞いてやってみたんですけど、こうなんですけど、そしたら、あ、これはこうするんですよって、じゃあ写真撮っていいですかみたいな感じで、ガラケーでこう撮ってですね、で、戻ってまた作業するみたいなことね、行ったり来たりを繰り返して、なんとか網戸の張り替え1枚目をやったんですよ。ね、それが1時間ちょっとかかりました、最初の1枚で。行ったり来たりもしましたんでね。で、あとは、それで500円の仕事なんですけども、網戸って1つの家に20枚ぐらいついてるんですよね。で、小さいのから大きいのから一律500円なんで、こういうふうな大きなね、縁側のやつから、トイレの小さい小窓から全部500円でやったんですけども、まあ、大体見積もり金額1万円ぐらいになったんですよね。で、作業が終わったのが2時間半ぐらいかかりました。もう汗だらだらでやってきましたし、あと、初めての網戸の張り替えなんでガタガタでした。はっきり言って蚊が入りっぱなしです。なんかゴムもちゃんとできなくて、切るところも超素人感出てたんですよ。
でも私が作業をね、道路に座ってやってるところを越しにずっと見てて、こうやっていろいろ話しかけながらね、やってくれたんですよ。あのうちにもな、あんたみぐらいの息子がおってな、みたいな話になったりとかね、してそれなりに仲良くやってたんですけども、私も汗かきながらね、あ、そうなんですかみたいな感じで、手動かしてちゃんとなとか言って、なんか結局親方みたいに怒られながらね、その人とやってたんですけども、作業が終わった時にとてもお金がもらえる代物ではないってことは私も分かったんで、あの作業完了しました、あの大変失礼しました、未熟なもんでとか言いながらね、で、あのもしよろしかったらお気持ちでいいんで、あの領収書に金額書いてもらえますっていうふうにお願いしたんですよ。はっきり言ってその時はお金もらえなくても領収書に金額書いてもらうだけでもいいやと思ったんですよ。で、1000円でもくれないかなと思ったら、なんともらった金額がサラサラサラ2万5000円って書いてくれてね、このぐらいいるじゃろあんたも会社に格好がつかんけとか言って2万5000円その場でパッと渡してくれたんですよ。私ね、そんな飛び込みの仕事でね、こんなに2万5000円いきなりもらったの初めてだったんですよね。で、その日はもう本当感謝感謝で帰ったわけなんですけども、興奮して感動して、でもそのお金使えなくてね、本当にありがたくって、で次の日にもあのコンビニで1000円の菓子折りを買って行ったんですよ、そのお宅に。そのお宅に行くと、そのご主人が縁側に座ってて、隣にもう一人あの同じぐらいの年代の方が座ってたんですよね。そこにこんにちはって言って、昨日の業者ですけどって言ってね、昨日ありがとうございましたって、本当にご迷惑をおかけしましたみたいな感じでお菓子をあげたら、おお待っとったよと、この子この人もやってほしいって言ってるよって言ってから、お隣さんを紹介してくれたんですよ。で、お隣さんの作業も同じようにやらせてもらって、2日目なんで結構慣れてたんでね、割とスムーズにできたんですけども、で、出来栄えも結構良かったですしね。って言ってもガタガタですけどね。で、そうすると、そのご主人は作業が終わった後に、いくらぐらいなんかねって聞いてくれたんですよ。で、昨日の領収書を見せて、昨日のご主人はこの金額でやってもらいましたんで、まあお気持ちでお願いしますって言ったらね、やっぱ見栄もあるんでしょうね。同じ金額書いてくれて2万5000円くれたんですよ。でついでに、あのその家じゃなかったかどうか分かりませんけども、帰りにジュースでもとか言ってね、なんか1000円くれたような気がするんですよ。これちょっと曖昧なんですけども、ね、チップをくれたような気がするんですよ。まあそういう感じで2日目も仕事が取れたんですよね。日当2万5000円が2日連続で5万円と。それから気を良くした私は、明日は2件取ろうかなと思って、ご主人ありがとうございますって離れた後、また同じね町に行って、で、まあ、あの次の家に行ったわけですけども、そうするともうね、すでに話が入ってて、待っとったよって感じで、仕事をその日はね、2件取らせてもらったんですよ。で、5万円ですよね。4日間で10万円というね。で、それを、まあ、あの時間の関係もあるんで、1日にできて4件なんですよ、マックスで。で、悪くても1件は取れるんですよ。で、取れない日ってのはほとんどないんですよね。そう考えた時に、飛び込み営業ですから、こんにちはって家に行く時にね、この家1件で、家1件ですよ。何百万から、高い家はね、数千万するでしょ、その家。そのお金を持ってる人が2万5000円前後払えないわけがないっていう感覚に変わってきたんですよ。で、物おじせずに飛び込み営業して、初めての方から本当2、3分、物の2、3分で、趣旨をお伝えして契約を2万5000円で組むことができたんですよね。それからずっとそれがずっと年単位で続くって話なんですよね。で、この網戸のね修理っていうので、だいたい月収100万だって、1日5万円ぐらいはなるわけですから、1日5万ですよ。だって2件やったら5万なんですから。で、届け出もしてなかったんで、事業届も何もしてなかったんでね、そのまま5万丸ごとこうというね、話になってるんですけども、まあ5万でね、月間20日間行けばもう100万です。で、実際私23日ぐらい、日曜日以外はほとんど行ったんですよ。まあそうするとね、100万を割ることがなかったです、その時は。で、インターネットも何も使わなかった、経験もなかったんですけども、実際に思いつきで動いてみたら、人の役に立つ、もしくはなんか誠心誠意とか正しさがね、正直が伝わると、誠実さが伝わると、まあ2万5000円ぐらいは払ってくださる方もいるんだろうなって形でした。まあそれ以来ね、あの1回だけ1万円に値切られたことあるんですけども、どんな仕事をしても2万円以上は皆さんいただきましたね。中にはポンとね10万出す大金持ちもいましたけども、でもそういうのは稀で、1万も10万も稀で、だいたい2万4000円でね、結局は2万4000円で価格が落ち着いて、2万4000円の仕事をずっとやることになって、それが5年ぐらい続いたってことなんですよ。広島県の県北とかね、島根県とか、それから呉とかね、なんですかね、江田島のあたりとかで、下川曲がり島の方にも行きました。いろんな旅をしながら、すべて旅先で手ぶらで仕事ができて、現金だけ持って帰るって暮らしをずっと繰り返したわけなんですよね。まあそういうことを考えると、私は派遣っていう選択肢は最初からなかったのと、どうにかしてお金を稼がないといけないと思った時に、お金を払ってくださるのっていうのは、どちらかというと会社というよりもお客さん、人なんですよね。だからそこに会社を入れずに、中抜きを入れずに、自分でお客様にサービスを提供して、お客様から現金を受け取ると。この
まあ、B2C っていうね、最近では言うんですけども、企業とお客さんの関係が近ければ近いほど、間に挟まなければ挟まないほど、お客さんにも料金的に楽だし、事業者も最大の利益を取れるから中抜きはいらないなって感じで、そこからはね、そのビジネススタイルが続くわけなんですよね。で、途中で、屋根をやったりとか駐車場をやったりとかね、井戸を掘ったりとかっていう風に派生していくわけなんですよ。要するに電気仕事以外全部請け負ったというね、何でもイエスと言ったわけなんですよね。ということでね、お金を払ってまで仕事をしてほしいなっていう人はやっぱりね、山ほどいるんですよ。山ほどいるんだけども、その仕事を提供する人がいなくって、特に訪問販売とか今の時期は特にですけども、行く人がいないんですよね。行く人がいないから、花の山なんですよ。人が行く道、通るなと、裏の道、花の山、なんかこんな言葉がありましたよね。要するにみんながね、こう流行りだと思って行く道っていうのはもう過当競争が始まってるんですよ。それは流行りの前に仕掛けておかないといけないんですよ。で、私としてはみんなが通る道ではなくって、その裏側の誰も通らない道を行くと一人で花が取り放題みたいなね、そんな感じでしたね。それがインターネットのビジネスにも生きてきて、広島でまだ誰もねアフィリエイトとか大々的にやってない時に、私が自己アフィリエイトも広めて、そして広島っていうところに個人事業、ネットビジネス、こういったものね、プライベートビジネスっていうもののブームを起こしたと私はね確信してます。2013年私が速稼塾を始めてからというもの、広島市内でビジネスのセミナーがどれほどね発生して行われたか、そして私の塾生さんがどれだけのセミナーを成功させたかということを考えると、一人でもできることはあるなと思いますし、逆に言うとビジネスって一人でやることを発信地にしないと、集団でやることはもっと難しいと思うんですよ。特にね、面接というのがあって、会社に採用してもらうという時に、その面接まず突破しないといけない。次にお客様に受けるかどうかっていう、もっときつい面接があるわけですよね。毎日営業すればお客様に評価されるとか、営業しなくても会社内で社内でね、自分が気に入られるかどうかっていう面接を日々受けるわけですよ。だからごまかして形だけ入社面接受けても、その後結構きついと思うんですよ。それよりか、あなたはどうしても来てくださいと言われるような自分になっておくことで、特にね卑屈になることもなく、対等な立場として、私の能力をあなたの会社はどのぐらいで買ってくれるんですかっていうふうな交渉ができると思うんですよ。入社面接って雇ってくださいお願いしますみたいな感じじゃなくてね、この会社に勤めてあげようかな、この会社の売り上げ上げてあげようかなと、顧客を増やしてあげようかなっていうふうな、ある意味こういう気持ちで面接に臨むものだと私は思います。ですので、自分の能力をそんなね二束三文でしか買い取れない会社にはこっちからお断りするぐらいじゃないといけないですし、そうなるとね、自分なりの特徴を持っていかなければなりません。パソコンとかスマホっていう能力も必要でしょう。でもね、でも私は未来永劫絶対に変わらないスキルっていうのは、人に物を伝えるって仕事だと思いますね。訪問販売行った時にも、私が人に物を伝えたから仕事が取れたわけですよ。他の仕事でもそうです。接客業でも私はね、はばかりながら自分の店舗をやってました。立ち上げの時は集客はするんですけども、私が店長代行にしたと途端にね、なかなか売り上げが上がらないっていう事実もありました。それはやっぱり私は知らない人を知ってる人に変えて、知ってる人を顧客に変えるっていう、この動線を持っていたんですけども、ただ雇われた人っていうのはね、どっちかというと自然に来た人に応対するみたいなことの繰り返しなんで、何もないところからつながりを作って、そのつながりを自分の商品を買わせる方に誘導するっていう発想がなかなか持てないんですよね。ということで、いろいろお話しましたけども、ビジネスの根本的な違いっていうのはね、やっぱり自分でやってるかどうかっていうところにも関わってくると思います。なんていうのかな、集客とかね、企画とか発想とかっていうのを人に任せた時点で、それはもうね自分のビジネスじゃなくなるんですよ。だから自分で考えて、自分で決断して、自分で行動して、自分でその果実を取る、これ以外はないと思いますんで、だから一人でいいんですよね。特にインターネットビジネスってむちゃくちゃシンプルですよ。商品を作ります。で、集客のための発信をします。セールスをたまにします。これだけですからね。それこそね、派遣会社の面接を受けるために試行錯誤したりとか、覚えたくもないパソコンを無理やり覚えるよりはものすごく楽だと思います。ですので、そういった楽で伸びのあるところに入れば、少しの労力でたくさんの伸びを、持っていけるわけですよね。でも閉じようとしてる派遣会社なりなんなりね、閉じようとしてる業界に入れば、それこそ狭きもんだし、入った後ももっともっと狭まるとかね、いつくこの業界がなくなるか分かんないっていう、その付き焼き場になっちゃうんですよね。だから目先のことではなくて、これから膨らみ始めているだろうと、膨らみ続けるだろうっていう、その行く先をまず見極めないといけないかなと思います。まあ、具体的に言うと YouTube をやれってことですよ。YouTube を発信しろってことです。その一番簡単で一番リスクがなくて一番儲かるその YouTube ってものを
ね、飛び越えて無視して他のもっと効率の悪いことをやろうっていうのはちょっと傲慢なんではないかなという記載する私久保哲夫でございました。で、吉谷さんのね、一人でもビジネスをする、まさにそうなんですよ。あのビジネスなんて一人いれば十分なんですよ。目の前の人の悩みを解決するビジネスって常にそれですからね。それが100人よと1000人よと解決するのは一人なんですよ。その解決を受け取る人がね、それぞれの人生やそれぞれの判断を持ってるわけですよね。人格を持ってるわけですよ。ですから集まったところに確率的にボーンと投げる、でそういうのはもう限界が来てるということです。あのむしろね、人数少なくファン少なく制約率とリピートだけ上げていけばいいでしょ。そっちの方が随分シンプルで簡単で喜ばれると思うんですけどもね。ということでございました。以上です。